いや、着ぐるみ女、俺を癒してくれ。ミナトちゃん、ここにいたんだよ。かった、またお会いできて。なんかあったの？ヤガミさんに私の連絡先をお伝えしなかったので、その人と目を合わせて話せるようになるまで見届けてくれるって依頼をしたのに、もう会えないかと。でもミナトちゃん、俺は名刺持ってたよね。そこに電話してくれたらよかったのに。そう思ったんですが、男の人に連絡なんてしたことなくて。そうそう、通話機能なんてほぼ使わないから。そう、こういうことだったな。かぶりもんなくて歩けるの大丈夫？また会えてよかったよ。よくここに来るの？ええ、大学やアルバイトがないときは大体ここにいますね。じゃあちょくちょく送るよ。え、あの、はい、光栄です。よろしくお願いいたします。じゃあ遊びに行こうぜ。じゃあダーツしよう。ダーツ、みなとちゃんの心も射抜いちゃうよ。もう901でやろう。もう一緒やろうぜ。いざ勝負です。よろしく。声かわいい。やべ、ブルがいかねえ。やべえぞ、緊張してんのか俺。はい、よし。ダーツしたくなってきたな。さあミナトちゃん、どうや？うまっ。真ん中ギリギリや。やばくない？うまいやん。自信あるかなとか言っときながら。お前、これよし。めっちゃコントうるさいねんけど。ここぶん投げて、はい、終わり。俺の勝ちだな。負けてしまった。ごめん、ちょっと大人げなかったかな。あ、ハートゲージがギュンギュン上がっていく。じゃあ次バス戦でも行こうぜ。あ、最悪。よし、早すぎんだろ。あれ、今日ミナちゃんいないのか。まあバイトが学校かな。なんか落ちてるよ。これミナちゃんがいつも使ってるノートだよな。ミナト T って書いてあるし、俺を似顔絵描いてんじゃん。とりあえず俺が持ってることを電話しておこう。スタンドバイミー、そばにいたいよ。これ何書いてんだろう。いつも聞いてもはぐらかされちゃうし、いつも聞いてもはぐらかされちゃうし。読め、舐めますように読むよ。ヤガミとカイトのあれなイラスト描かれてそうじゃない。何何？パンケーキと書きまして金貸しと書きます。その心は。焦げ付きには気をつけましょう。ん？言った後かけまして優しい乗車ときます。その心。待って、俺当てる。言った後かけまして優しい乗車ときます。その心は。優しい、まず優しい乗車なんか、優しい乗車は何？なんもわからん。言ったはまあツイッターなわけやから、優しい乗車何がダブル？あ？どちらもいいねって言ってくれるでしょう。フォローしてくれると嬉しいでしょ。あ、なるほど。あの子ずっと何か書いてると思ったらこんなの書いてたの。なんかこれ以上掘らない方がいい気がしてきたな。勝手に見てるとあれだけど、なんかごめん、ミナちゃん。しかしなんでどのネタも貧乏におっさん向けなんだ。出ないなぁ。お相手になった電話は電波の届かない場所になるから電源が入っていないため、お世話に行きませんでした。P という発信音の後に、お名前、ご用件とお話しください。ガスが、起きたら折り返してくれ。M サイドカフェでミナちゃんのノートを拾ったら預かっています。今度返したいので、都合のいい時間でも連絡もらえるかな。よろしくお願いします。あ、盛り返してきた。早いね。あ、ヤガミです。ヤガミさん。あれ？ミノちゃん、電話出られたの？留守電聞いてくれた？はい。聞かせていただきました。実は私、初めてかかってくる電話にはいつも出ないんです。俺も一緒。え？電話番号控えて検索すんだよな。その電話番号ネットで検索して安全そうだったらかけない。あ、俺と一緒じゃん、ミノトちゃん。結婚しようぜ。でも今回、ヤガミさんの留守電があったので、すぐにかけ直させていただきました。まあ、電話帳には親と歯医者さんぐらいしかないんですけどね。ははは。相変わらずブレないな、この子は。その、ノート、あ、そうだ。うん。俺が今預かってるから、どっかで待ち合わせしよっか。待ってくよ。待ち合わせですか、ヤガミさんと。もうむちゃむちゃダーツで遊んだやろ。いやいや、大丈夫です。どうしましょう。どこに行けばよろしいかな。じゃあ、そうだな。劇場前で待ち合わせしよっか。そこで待ってるよ。了解です。すぐに参りますよ。お待ちくだされ。では、若干つくもが入ってきてんだ。お前、こんなんさ、好意に及んだらよ。行きますぞ、行きますぞ。あやがめし、気持ちよろしおすですぞ。すいません。お待たせしてしまって。いいよ、俺来たばっかやから。どうした？マジで？あれ？何回もダーツしてたやん、俺ら。ああ。いや、そう、俺のセリフなんだけど。なんでまたカムロップ着てんの？バイト上がり？ああ、いえ、これから八神さんと待ち合わせって思ったら、着ていく服で迷ってしまって。迷った結果出した答えがこれなのか。やっぱり変ですかね。正味俺はこれでもいいと思う。じゃあ俺もカムロップに着ようかな。今の季節寒いし、理にかなってるかも。俺も着てみようかな。カムロップデートしようぜ。じゃあ、ヤガミさんの分も用意しますよ。適当に何かキャンペーンやるかといえば貸してくれると思いますし。
いやいや、適当ダメだと思うけど。まあ、機会があればね。じゃあ、とりあえず作るところまで行こうか。それでノートも返すよ。いつも M サイドカフェだからたまには場所を変えてアルプスでお茶でもしようか。あ、はい。お任せします。よし、行こうか。あ、でも首はこっち向いてんだ。なんやねん、これ。私、あ、かわいい。こうやって男の人と一緒に歩くのって初めてで。あ、そうなんや。俺着ぐるみ歩くの初めてやわ。緊張しますね。見て、この顔がブルン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 ってめっちゃ可愛くない？俺もある意味こういう形で女の子と歩くのは初めてだよ。全力疾走してみる？走らへんわ。なんだかちょっと嬉しいです。この顔がブルンブルンってなってるんでいいねな。私たちのことをどんな風に見えてるんでしょう。お似合いカップルやと思ってるよ。純粋に俺も気になるね。何やそのポーズは。怖いって。ちょっと待って待って、違う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 って。お前なんかそれちょっと違うぞ。多分人間の状態のモーションそのまま使ってるんやろな。なお前なんだこれは一体。乗れるかな、車の上。車乗れる、車の上。あ、車の上乗れんか、さすがに無理か。その手、そんぐらいのモラルは巻きまえてるってわけですか。ミナトちゃん、その格好で暑くない？はい、大丈夫です。もう慣れましたから。まあ、それならいいんだけど。むしろ冬なので、暖かくてちょうどいいくらいです。防寒対策としては、バッチリってことか。あ、ミナちゃん、アルプス来たよ。俺昔ね、ハムラ中島っていうピエールだけに、フルボコリンチされてん。お決まりになりましたら、お呼びください。ぐっくりどうぞ。どうしよっかな。お茶にしよっかな。アップルティーかな。どっから飲むん？え、見せると何も言わないの？どう考えてもおかしいだろ。ふわふわ入れんなって。この街の人たちは動じない人が多いと思ってたけど、喫茶店もこの程度の子じゃ動じないんだな。まあ日常茶飯事やからな。とはいえこのままじゃ話しにくいし、なんだかんだ客の目も気になる。仕方ない。俺からカムロップ外してもらえるように言ってみるか。あのさ、ミナちゃん、君の可愛い顔見たいな。なんて。はい、全く同じこと考えてる。君の顔が見たいな。君の可愛い顔が見たいな。え、うん、それをずっと着てるから、せっかくのミナトちゃんの可愛い顔も今日は見れてないし。もう何を言い出すんですか、八神さん。ダメかな。ダメじゃないですけど。そして待ってください。今ちょっとお見せできる顔じゃなくて、赤くちょっとキザな言いましちゃったから困らせなきゃいいんだけど。やっぱり脱がないとダメですよね。まあ正直よく脱がずにここまで粘れたなとは思ってるけど、せっかくだしミナトちゃんの顔見て話したいな。わかりました。ちょっとお手洗いで着替えてくるので待っていてもらえますか。わかった。いや、それで注文しよっから。あれ、あの頭の大きさでトイレの入り口入れんのかな。お難儀な子だな。じゃあ何の話しよっか。そういえばさ、あれからどう、着ぐるみなしでも少しは目を見て話しそうになった。なんか盛り上がり度ってのが正直あまり実感ないんです。アルバイトも結局カムロップに入るだけですし。まあすぐには難しいよね。どうしたらいいかな。すみません、実は未だに地域振興課の室井さんの顔も認識できていなくて。これはおそらく選択肢によってこの盛り上がりというものが上がるんでしょうね。まっすぐと見つめてみよう。なんですか、八神さん。じっと見つめていたらなれないかなと思って。目立ちくっきり、もう超かわいいやん。え、一番かわいくない、真正面から見たらこの子。あ、いや、お前エロ女じゃねえかよ、こいつ。なれません。エロ女というか、なれる前に死んでしまいます。恥ずかしくて。まあな、みやちゃん死なれる困るな。そうです、殺人罪ですよ。八神さん、死刑になっちゃいます。かわいい。お、ちょっと上がった。さて、ノートの話しようぜ。お、そうそう、忘れないうちにこれ返しておけよ。大事なノートなんでしょ。ありがとうございます。ずっと探してたんです。よかった。左の汗がすごいな。あの、中身読みました？ごめん、ちょっとだけ読んじゃった。そう。じゃあ私ちょっと死んでくるので、後のことはお願いします。ちょっと待って誤解なんだ。最悪、盛り上がりゼロになったわ。ほんの出来心だったらついパラッとめくっちゃって。しっかりんだけどな。そしたら面白い小話が書いてあって、ちょっと意外だなと思ったけど、こっから巻き直すよ、八神。面白かったですか。いいぞ。ギュンって上がる盛り上がるところで。おお。なんだか若干おっさんっぽいになったけど、よくおっさんとか言うんじゃねえよ、お前。おわーって言ってるやん。実は私、お笑いとか大喜利とか好きで。俺も好きやで。いつもネタを思いついたらこれに書いてるんです。そうなんや。つまりコンビ組む俺で。
ってことはいつも何か書いてるとなと思ってたわ。それネタ帳だったの？はい、何か思いついたら一人でネタを書いたりしてます。へー、披露する相手もいないんですけどね。俺意味しや笑い方可愛い。マジで？あの、純粋な興味として差し替えなければちょっと見せてもらってもいい？いいですけど、笑わないでくださいね。笑ってほしいんやろ？あ、いや、笑っては欲しいんですけど、なんというか。いやいや、絶対バカにしないから大丈夫。そういうことなら、どうぞ。もうやばいくらい盛り上がってないって。どないすんねんこれ、やがみなるほど。え、どういうことどういうこと、なになに、なんでまたそれ被ってんの？怖いって。人にネタ見てもらうの初めてで、心臓が飛びそう。面白いじゃん。でも面白いよ、みなちゃん。このコントも前振り持ちもちゃんとしてるし、よくできてる。本当ですか？他にはどれが面白かったですか？いいね、任せ。おお、めっちゃいいね。この避難訓練だとか、合コンで彼女ができたと思ったら、おかんだったネタとかもよくひねられててよかったよ。え、何それ、おもんなさそう。それ自信作なんです。そう、よかった、受けて。文字だけでも結構伝えられるんですね。何今のツッコミ。ちょ、おいら手でやってみようぜ。めちゃくちゃグイグイくるじゃん。スイッチあると大丈夫なのかも。この花瓶とかボールとかお守りとか単語だけ書いてるページは何か意味ある？メモ？ああ、それはお題メモです。街中で見たものを即興で謎かけできるようにいつも考えてまして。それでうまく思いつけなかったものは宿題としてメモしてるんです。でも最近は宿題減ってきましたよ見かけたもんをネタに消化させていくね。なかなかストイックなことだな。へぇ、ジェームここにあるものでできたりする？多分。即興頑張ります。何かお題ください。何かお題どうしようかな。じゃあ一旦カムロップでいくか。じゃあカムロップで。カムロップか。はい、整いました。おう、カムロップとかけまして一流大学と解きます。え、何？ん？その心は待て。俺当てるわ。カムロップとかけまして一流大学と解きます。どちらも偏差値カムロップ高くないよな。一流ただの大学じゃなくて一流大学というところに俺は目をつける。一流大学カムロップ。どちらも頭がでかいでしょう。わかんない、教えて。入るのがとっても大変でしょう。あー、うまい、わかる。カムロップ機能大変だしね。最初構造理解するの時間かかっちゃったよ。耳に手を入れる特別な作りなので戸惑いますよね。入った後は楽ちんなんですけどそこは一流大学との違いだね、きっと。盛り上がりゲージまだ半分残ってんぞ。全然半分以上あるわ、やっぱ。紅茶、紅茶、はい、整いました。ちなみに熱っちの身長って180らしいな。ゴルフと解きます。ゴルフ？ん？紅茶にゴルフ、紅茶にゴルフ、どちらも酸いも甘いがあるでしょう。綺麗にカップへ入れましょう。なんだと？なるほど。まあこれグラスだけどね。あ、そうですね。じゃあ君自身で行こうか。じゃあみなとちゃんで。私ですか？私は何だろう。あ、はい、整いました。めちゃめちゃ整うや。東堂みなととかけまして覚え始めた外国語と解きます。ん？覚え始めた外国語、どちらもしどろもどろでしょう。最初はさっぱり話せません。まあ同じようなもんやな。まあまあ伸びしろがあるって感じだよね。うまいと思うよ。うん、フォローありがとうございます。じゃあこのノート。じゃあノートは、ノートはい、整いました。ノートとかけましてデートの約束と解きます。デートの約束、デートの約束、デートの約束、ノートとデートの約束、共通点を探せ。どちらも待ち遠しいでしょう。ノートは何が待ち遠しいんやって話やで。どちらも書き留めておきたいでしょう。破ったら修復するのが大変でしょう。うますぎ。それってミナちゃんのことだったりする？違いますよ、私はそんなんじゃない。ミナトちゃんに依存されて甘さってめんどくさそうやん。あいつ正面やらしいで、浮気とかすぐ見抜いてきそう。即興でこんぐらい出てくるってなかなかもんだよ。ありがとうございます。
でも、もっとひねったことを言いたかったな。十分めちゃめちゃすごかったよ。ちょっとメモしておきます。めちゃめちゃいい笑顔している。こんな顔するんだ、みなとちゃん。みなとちゃん。はい、何ですか。あの ないや、ちょっと机乗り出すぎたな、キムタク。急に笑いに変えてそれ被るのやめてもらっていいかな。ただな、ネタの話してるときは楽しそうだったよ。すごくいい笑顔だったし。え、そうなんですか。あいや、なんで手振り振りしてんの、それで。確かにちょっと、すごく楽しかった。なんというか、これが人見知り克服の鍵になる気がするんだよな。なんかあと一歩、殻を破るきっかけさえあれば。みなとちゃん、アップルティー好きな。好きというか、コーヒーが得意じゃなくて。俺もコーヒー飲めへん。香りは好きなんですが、コーヒーというか苦いのが苦手です。あ、おいしい。選択肢があまりないんですよね。俺子供じゃないよ。でも飲めるようになりたいなとは思っています。ナスビとかも苦手、ピーマンも苦手です。なるほど。人の目を見て話せるようになったら、今度はコーヒー飲めるよと組んでね。そうしたらまた付き合ってくれますか。うん、俺も克服したいからな。いいよ、俺コーヒーはちょっと詳しいんだ。苦味の少ないやつから慣らしていこうか。ありがとうございます。じゃあ手付金を。どういうこと。いや、いよいよ、そういうの正式な依頼の前で大丈夫だから。コーヒー一緒に飲むだけでお金なんかもらえないよね。逆パパ活になっちゃうよ。そのカムロップもしかして私物。いえ、さすがに違いますよ。このアルバイトをしている人で許可された希望者は持ち出し可能なんです。へー。いつシフトに入ってもいいようにと。まあ実際に持って帰ってるのは私だけみたいですけど。それはそれかさばるところの話じゃないからな。なるほど、信頼されているんだね。すごいじゃん。着ぐるみなんて高いだろうに、それを貸し出し許可されてるなんて。そうでしょうか。そうだよ。おお。俺なら事務所の高価な備品は持ち出し禁止にするもん。前に海藤さんに貸したドローンブラブラなんて帰ってきたことあったしな。似合ってんねん。ミラちゃんは責任感も強いから大丈夫だと思われてるんだね。この間もフラフラになりながらも頑張ってたし。俺ちゃんと見てるよ。ございます。そんな風に褒めていただいて、その嬉しいです。まあね、むちゃくちゃ伸びる。なんてちょろい女なんだ、エロ女。褒めときゃいいんだろ。え、何これ。さっきからちょっと気になってたあのポスター、もうこれしかないんじゃないか。何それ。あれなんだけど。ああ、カムロ町漫才コンテストですか。あ、漫才か。いいですよね。私も見に行こうと思ってます。塾かなんかのポスター思ってたわ。見る側じゃなくて出る側だったら。あ、ええやん、俺と出ようぜ、ミノちゃん。ミナトちゃん、せっかくだしコンテストに出てみたら、大勢の人前で漫才やりとけたら変われるきっかけになるんじゃないかな。私がコンテストに出るんですか。正気ですか。無理に決まってますよ。いや、春日と若がこのコンテストに出てる未来もあったのかもしれませんね。まあ普通に考えたら俺もこんなこと考えないと思うんだけど、さっきのミナちゃんの笑顔見たらちょっとありかなって。笑顔。おお、気づいてないと思うけど、いい顔してたよミナちゃん。本当にお笑い好きなんだなって感じだよ。そうでしたか。でも人前で漫才なんて一番私からほど遠いというか。カムロップ着ながらやる着ぐるみ漫才。そんなはっきりと。いやいや、とはいえ失敗しても死ぬわけじゃないんだし、やってみたら。うまくいけば人の目にも気にならなくなるの。大丈夫だよ。漫才のネタってたくさん書いてるみたいだし。少し考えさせてもらってもいいですか。まだ心の準備が。おお。もちろん今応募しろなんて言わないよ。無理にやれなくてもいいし。わかりました。え、マジで漫才コンテンツに出んの。さすがにコンテンツ中は荒療治すぎるから。まああとはみなとちゃん次第か。結構時間経ったし、今日話するのはこのぐらいかな。マジかよ、チェックポイントまで行ってねえぞ。そうですね、行きましょう。すぐそこ八神の事務所ないけど行く。あ、いかん、ごめんね。お話してきて楽しかったです。俺もだよ。俺もで。八神さん、さっきのコンテストに出るって話なんですけど。ああ、うんうん、あれピン芸人じゃなくて漫才のコンテストなので、その相方がいないとダメなんです。でも私こんなだから友達とかいなくて。だから
ちゃん頑張って言葉を絞り出そうとしているな。何言ってんだキムタク、俺が相方を務めましょうだろ。俺がやるよ、ミナちゃんの相方。もちろん人生のパートナーとしてもね。ああまあ漫才とかやったことないしうまく進むか分かんないけどさ、とりあえず帰ったらカイトーさんと練習するか。ミナちゃんカムロップの着ぐるみを必要としなくなるまで見届けるって依頼引き受けたからね。できる限り力になるよ。どうかな。ありがとうございます。いや、八神さんが隣にいてくれたらとても頼もしいです。まあ、アンコラ村長みたいな感じで行く。じゃあよろしく。ネタができたら教えてよ。次会うときはそれでネタ出すでしょ。はい、漫才ネタ考えておきます。でも滑り倒したらごめんなさい。その時は知ればもろともってことで。あ、早速一個いいネタ思いつきました。すぐに残しておきたいのでこれ失礼します。それではもうカムロップ置いていくな。お笑いの話してるときはいい顔することね。ん、あれこれどうすんだ。まったくボケるのは早いよミナちゃん。一人でに歩いて帰ってきたけどな。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。美味しいですよね牛丼。なるほど、何の社だけ。じゃあ江原は三越馬殺しを認めたんだな。あ、そうそう。非公式にですけど復讐は桑名から持ちかけられたとも言ってました。これで随分はっきりしてきたね。ええ、なので早速痴漢裁判の控訴を申し立てます。よろしいですね源田先生。源田先生、痴漢と三越馬殺しは両方合わせて一つの事件だ。痴漢の無実を主張するには江原の三越馬殺しを立証しなきゃなんね。だが今のところその証拠はない。だよな。江原さんの殺人動画があります。検察はそいつを出所不明のフェイク動画だと言ってる。警察も同じ言い分だ。それは彼らが勝手にそう言ってるだけです。実際には江原さんの痴漢を示す証拠の方がフェイクだったんです。少なくとも間宮結衣たちの協力があればあの痴漢事件を捏造できたと主張できます。裁判所は控訴の申し立てを受けてくれると思うか。先生は無理だとおっしゃるんですか。無理とは言わん。ただ肝心の江原は法廷で三越馬殺しを認めないってんだろう。なら控訴したところで勝ち目はどうだ。決定的な新証拠もなく一審の判決にケチつけるだけの結果になりかねん。結局そこなんですよ。それだと沙織君の将来に差し障るんじゃねえか。それ確かにそうなよな。だって法廷出たとしても江原が認める気はないって言ってるしよ。先生は沙織さんのキャリアが心配なのか。はっきり言って私は随分見くびられていたものだとそう感じています。何？沙織さんもしかして怒ってます？ええ、残念ながら。ですよね。いいですか先生、江原や桑名は司法のそういうしがらみにつけ入って今回の計画を立てたんです。バカにされたとは思いませんか。我々が検察や裁判所に忖度なんてしたらそれこそ向こうの思うツボです。弁護士が法と向き合うとき自身の保身を気にしてどうするんですか。そうやな。ああ、確かにそうだ。間違いを間違いと言いつけるのが弁護士や。それに私はそうやったっけ、第一審で江原の無実を弁護しているとき実際のところその主張を信じていませんでした。弁護する人間を信じもせずに法廷に立った自分を苦く感じていました。そうか、実際無実って言ってたけどほんまに無実やもんだ。江原はそのことを見透かしていたはずです。なるほど。きっと法の建前に縛られている私たちの姿をバカにしていたでしょう。それを私は見返してやらずにはいられないんです。お前の意見はどう思うんだ八神。意見も何もここまで来てやるしかない。今田沢先生何を気にしてるんだよ。なあ星野、言ってやれ。ここは星野君の判断に任せましょう。え、ちょっと急に何言うんですか八神さん。俺はもうこの事務所を辞めた身ですし。そ、今さら部外者みたいなこと言わないでくださいよ。それもこんな緊迫してる時に。ええ、源田先生は八神さんのご意見を聞いてるんです。でどうなんだ八神。
お前この件どう思うんだ。星野くんの意見聞きたかったのにな。あれ、なんか俺が責められてる感じ。沙織さんに従うよ。実際エハラはそうや。僕はだから無実ですよ。やってませんよ。やってないって言ってるじゃないですかってふてぶてしく言ってたけど、実際やってなかった。痴漢をしたのは食わないから。だから完全に俺らのことなめとったわけや。従おう。全部沙織さんに従いましょう。俺もエハラや桑名の行動を理解はできますが、見過ごすことはできません。そうか、お前もその気になってんだな。ええ、ただ俺の動機は沙織さんより少し不純かも。ん？どういうことだ。三越葉殺しとアリバイ偽装の痴漢、それを裏で糸引いてたのは姿を消している桑名です。奴を暗がりから引きずり出すには人目のあるところで光を当てる必要がある。だったら江原の控訴審はその絶好の場所になります。お前の目的は江原じゃなくて桑名なのか。確かに江原の件を検証すれば自然とこれまでの桑名さんの行動も浮かび上がってきます。そして桑名を引っ張り出せれば、それを追う RK とその黒幕も動くはずです。 RK の相馬は沢先生が知りすぎていたと言ってました。つまり黒幕には人を殺してまで守りたい秘密があるってことです。そいつを掴まない限り沢先生が浮かばれることはない。確かに俺らが彼女のためにできるのも、沢先生は何を知るすぎたい、その黒幕に報いを受けさせることだけです。黒幕、わかったよ。黒魔曲か、うん、なるほどな。阿久津や宋も操ってる、さらに上の奴らってことやもんね。引き返すって選択肢はなかったわけか。源田先生、どうやら俺はすっかり平和ボケしてたらしい。まあそれに若者たちの成長は甘く見てたな。すみません、先生に向かって生意気な口を聞きました。いや、そりゃこっちのセリフだ、沙織君。よし、ここまで言われちゃ腹決めるしかねえやな。もう諸君を止めるものは何もない。存分にやってくれ。はい。はい。ない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 。つくもこれ。やがみしい。ワンコールで出ろと言ったでしょ。やがみしい。まだカムロ町においでですかな。おいでですよ。ああ、どうした。 RK が偉人町で数を増やし続けているんです。なんだか異様な空気ですぞ。そうなのか。それでどうも相馬や阿久津といった幹部たちがまだこちらにいるのではないかと思うのですが。どうかな。俺が相馬ならもう偉人町は出てるだろうけどな。沢先生の件で警察に手配されてるだろうし。なるほど、確かに。まあこっちもちょうど一段落ついたとこなんだ。これから偉人町に戻るよ。杉浦も借りたままだし、つくもにも情報を共有しときたいしな。